った業態では上場ができないので、うんうん、この事業をやめてくださいっていうのは証券会社が言われたら覚えてるんですよ、うん、ということによってこのいろんなところでの展開が自社でやるよりもスピードを上げてやるっていうのであれば可能性は出てくるじゃないですか。富川君、はい、ドクターストレッチさんが香港系のファンドから第三者割当てで増資したというニュースが入ってきまして、これをちょっと一緒に解説できればなと思ってます。そうですよね、島越さん絶対これは気になってるニュースですよね。いやーびっくりしましたね、うんうん、ドクターストレッチって、ね、日本で一番店舗数を誇るストレッチ屋さんあるじゃないですか、まあ、会社名が伸びてるっていう会社で、社長が黒川さんっていう方 で実は僕知人の経営者の紹介で1回だけビデオミーティングコロナ禍にさせていただいたことがあってですね、多分僕の周りにも共通の知り合い結構いらっしゃると思うんですけど、非常にこうなんか人格者というか人望が厚い方なんですよ。まあ類似してる業界だったりもするじゃないですか、うん、でもその僕に対しても多分皆さんにそうだと思うんですけど、事業の成功する術をこうオープンに話してくれるんですよ。で多分ああいうところが多分本当に皆さんがこう集まってるんだろうなというふうな感じを持ってて、で確かそれ僕ミーティングさせていただいた2年前ぐらいだと思うんですけど、そこから多分中国系のファンドが確か入って一部第三者割当てで資本に入られてたんですよね。でそっから中国でフランチャイズなのか直営なのかわからないけど店舗展開して、あそっちの方に伸ばしていくんだっていう感じで気にしてたんですけど、ちょうどこの間8月31日付で黒川さんのフェイスブックでも上がってましたし、昨日9月の1日かなブログの方でもですね書いてまして、ロングリーチグループっていう、僕あんまり詳しくないんですけど、うん、香港系のファンドですよね。そうですね、はい、はい、そこで、第三者割当てと株を一部売ったオーナーが、そして、個人投資家もそこでエグジットしたみたいなことを書いてたんで、うん、だからこれは第三者割当ての資金調達でもあり、イグジットでもあるなっていう。で、そのブログを読んでて、なんか本当に、あ、お疲れ様でしたって、すごい大変だったんだなっていうのを感じたし、うん、まあ、ファンドと提携して、ファンドのお金が入ったんで、さらに伸びていくだろうなっていう感じで、なんか感慨深いので、ちょっと一緒に解説できればなと思ってますよ。はい、僕は全然あんまその個別事情はそんなに詳しくなかったんですけど、ファイナンス的に言うと、なんかすごい面白いなっていう感じはあるんですよね、これやっぱり。はい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 、なんかちょっと思い出してほしいんですけど、実は僕と富岡君って、うん、その前のネットの代理店の時に上場を目指すっていうタイミングで、うん、CFO として富岡君入ってきて、そっから証券会社とかとコンタクト取り始めた時ぐらいだったんですね、うん、でその時に今はどうか分かんないですよ、当時多分2013年12年ぐらいかな、うん、ストレッチの業態では上場ができないので、うん、この事業をやめてくださいっていうのは証券会社が言われたら覚えてるんですよ。うん、アハキ法っていう法律に、一応抵触すると、うん、あ、なんだっけ、アンマーハリーお灸だから、国家資格じゃないものがその体の人体に施術してやるっていうことが、まあ、グレーだと、かといってこれで本当ね健康になる人もいるし体が良くない人もたくさんいるんで、これをじゃあダメってやっちゃうと病院も受け入れられなくなっちゃうと、なんで非常にグレーな職業です、上場においてはっていうふうですよね、っていうことを言われて、うん、あ、できないんだと思って、うん、で僕が一回その体ファクトリーってあったじゃないですか、小安さんっていう馬主とかもやってて、小安さんが体ファクトリーを200店舗の時にみずほ系のポラリスキャピタルっていうところに確か80億ぐらいで売却したんですよね。で5年か数年間ポラリスが300店舗ぐらいまで確か店舗数増やして、また別のファンドに120億ぐらいで売却してたんですよ、はい、2、3年前確か。でその時に僕はポラリスに電話したんですよ、うん、でもとにかくポラリスに電話する人初めて見ましたって多分覚えてるんですけどそう、土曜日にねポラリスに、ね、ちょっと聞いてみようと思って電話したら、なんかたまたまいらっしゃって、当時ストレッチもあったし、その菊池の話も聞こうと思って、うん、すごく真摯に対応していただいたんですけど、で一応なんかリリース見たら上場を目指すみたいなこと書いてたんですけど、うん、本当なんですかこれって言ったら、いやなんかだからその今のままだとアハキ法の問題があるけれども、裏からこうまあ何ですかね、正面突破で上場できるようにいろいろ今ちょっと調整したり検討はしてるとは言ってたものの、
結果的に M&A でエグジットしたから、表向きのあれであって、実は違ったんだなっていうのは思いまして。で、まあ、すみません、何が言いたいかというと、多分ドクター・ストレッチさんも、日本国内でのその上場っていうものは、なんか結構ハードルがまだあるんだろうなっていうのは感じてるので、ただ海外、シンガポールとか香港とか、またまたそのニューヨークとかであれば、全然可能ですし、こっちでの IPO を目指してるのか、またまたどっかのファンドに売却するか。っていうのを将来的に考えているのかっていうのがなんか垣間見えたリリースだったなっていうふうに思ってます、けどどうでしょう。いやもう その通りなんです。一番マニアックなところから入りましたね。そうっすよね、ちなみに結論、今でもその問題って日本、残念ながら日本国内で変わってないんですよね。実態としてもちろん完全にそこら中でストレッチのお店なんてあるのに、だけどその法律整備追いついてないから、明文化されてないから、ちょっとなんか昔のアーキ法って法律で処理せざるを得ないからちょっとうまくいかないみたいになってて、なんでリラックさん、メイティロムって会社になったと思うんですけど、アメリカで上場したじゃないですか。はい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 、全然日本で似たようなことをやってるけれども、もちろん日本で合法だから問題ないから、アメリカだとそのいわゆる東証に該当するところの審査っていうのも基本的にはないので、まあ、問題なければ上場できるよねってなって今も上場してますけど、なんでこの問題はあるので、やっぱりそれもあってきっと海外上場どこなんですかね、中国なのかシンガポールなのかちょっと分かんないですけど、ので目指すんだろうなと。でやっぱそれを自社だけでやるってなかなかハードル高いから、その現地とかそっちに明るいファンドと組んでやるっていうのは全然あり得るというか、今回やった選んだ理由の一つだと思うんですよね。で、おそらく、僕もシンガポールにいて、クラウピラティスの1号店も、オーチャードセントラルっていう建物の中の5階にあるんですよ。で、その6階にドクターストレッチさん入ってるんですよ。シンガポールでも何店舗かあって、でも多分アジアでもどんどん広がっていってるイメージがあるんで、中国とかも。なんで、多分日本だけではなくて、海外、そうすると、なんか中東の方でも展開されてるってブログにも書かれてたんで、ここ多分5、6年ぐらいかけて、その日本以外の、海外の要はシェアをどん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 増やして、僕はおそらく香港上場じゃないのかなと思うんですけど。なるほどなるほど。あとちょっとこれどうなのかなと思ったのが、普通に考えるとこれマジョリティの取得、ファンドからするとマジョリティ 50% 超の取得になると思うんですけど、なんかリリースの書き方的にマイノリティっぽい雰囲気を出す、資本業務提携しましたとかで、実際になんか僕も最初このニュース見た時ツイッターで誰かがシェアしてたのを見て、マイノリティ出資みたいなの書いてたりした。いやでもこれ、このファンドがこういう形でマイノリティするかなっていうのはちょっと思ったんですけど、これどうですかね。いやだから僕も同じくツイッター見てたら、そっか、でっかいファンドと組んだんだ、で大きいお金が入ってどん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 多分展開していくんだろうなと思って見たら、そのコメント欄で、いやマジョリティとして、過半数を取りましたっていうのはロングリーチグループのホームページに載ってますよっていうふうに出てたんで、でよくよくこういろいろ見ていると、多分第三者割当てで幾分か入って、プラスアルファ既存の株主および創業者の黒川さんの株を買い取ってくれた、で結果的にロングリーチグループが過半数を取ってマジョリティオーナーになるのかなっていう感じです。で僕これはなんか本当に同じこうその箱物系で出資を集って事業をやって伸ばしてる身として思うんですけど、いや黒川さんやっぱさすがだなと思ってて、最初に出資くれた人たちに対してちゃんと IPO が日本ではちょっとハードルが高いっていうところで、大手のファンドっていうところでエグジット用意してるじゃないですか、でそこで、まあ、売りたい人は売ってくださいねみたいな、一つエグジット で一定の株主残ってるみたいなことが書いてたんで、だから次のその香港での IPO、海外での IPO なのか分かんないですけど、そこに向けて一緒に伴走してる株主も一応いて、かつ黒川さんも多分残ってバリバリ事業を伸ばしていくっていう形なんで、これは店舗系をやっていてある程度の規模化になった会社の経営者はかなり参考になるなっていうのは僕は思いましたね。島岡さんもそうしたくなってきたかなと思って。ぶっちゃけ前ね、ファンドからちょっとお声掛けあったりとかもありましたよね。そうっすね、はい。やめときましょうか。いやいや全然いいっすよ、いいっすよ。いやなんかその事業がそれで伸びていくのであれば、まず前提としてありですよね、だからなんか昔と違ってそこで売ってはいバイバイっていう感じはもうなんつうんですかね、
年齢的にももうあんまないんですよ、そういうのって、うんうん、だからそのファンドと組むことによってその事業が伸びる、例えば、うん、今、日本とシンガポール展開していい感じ両方とも増えてますけど、うんうん、組むことによってこの、あの伸びてるさん、いやドクタースレッチさんじゃないけど、それこそ中国とか中東とか、うん、いろんなところでの展開が自社でやるよりもスピードを上げてやるっていうのであれば、多分あの可能性は出てくるじゃないですか。なんかそうですね。であとその黒川さんのブログに書いてたんですけど、52歳っていうふうに書かれていて、でラストスパート10年っていうふうに書かれてたんですよ。確かに僕も今41、今年2年と、ちょうど 10歳違うんですけど、うん、だから僕は残りの10年で今黒川さんが言ったぐらいの規模感までにいければいいなと思ってますし、はい、ファンドを活用して、事業を拡大していくっていうのは、僕はなんか店舗系に限って言うとありな気がしますね。うん、そうですよね、うん、まあ、店舗系だとやっぱり再現性高いから、そのなんか何ですかね、金融系の人たちもこう取り組みやすいっていうのは当然あるし、うん、あとあれですよね、なんか今回のリリースあんまりその辺はっきり書いてなかったですけど、創業オーナーも一定やっぱりここでリターンを得るっていうのは一つ重要ですよね。そうっすね、まあ、やっぱりこうなんか外部資本とかが入ってくると自分の会社じゃなくなるじゃん 100% だから、うん、まあ、経費を使うの難しくなるし、自由にやるの難しくなるし、それこそ上場準備とかしてたら何かあったらそれは規定に何て書いてあるんですか、うん、みたいな、規定がなんか全てみたいな感じになってくると思うんですよね、うん、その中でやっぱりカツカツになるんで、うん、心の余裕を持つためにもある一定の金額を手に入れるっていうのはまあ重要かもしれないです、うん、あれ今回もきっとそうだったんだと思うんですけど、全然そっちの結果いいと思うんですよね。それで創業なだけ一部利確してみたいな言う人もちょっと昔はいましたけど、そういうことじゃないと思うんで、その方がコミットして新しいチャレンジできたりすると思うんで、それは大賛成ですけどね、うん、あとすごいマニアックなことなんですけど、あの黒川さんのブログの中に書いてた文章から見て気になったところからいくと、ちょうどなんかデューデリが始まったのが去年のちょうど1年前って言ってたんですよ。なので、うん、1年間やっぱりこういうファンドはデューデリするんだっていうのは思ったんですね。本当にファンドさんってやっぱデューデリ長いイメージなんですよね。事業会社とかだともうなんか本当3ヶ月か長くても6ヶ月みたいなイメージですけど、うん、ファンドさんのデューデリって少なくとも6、7ヶ月でもこれくらいの規模になってくるとやっぱ1年間やってたんだなと感じっすよね。うん、そうですね、長いですけどちょっとそれにしても長めでなかなか大変だろうなって感じはしますね、1年は。あ、まあそうっすね、うん、多分こうドクターストレッチさんは、まあ、ナンバーワンといえコロナで結構ダメージ受けたんじゃないかなと思いますし、そうするとブログに書いてましたよ、それ BS はコロナでだいぶ痛みましたみたいな、うん、あ、 BS は、あ、まあそうですね、要は損失出て借り入れ膨らんでなってるっていう意味だと思うんで、今のってでもそうするとやっぱり直営で出店戦略やっていくってなると足かせになるから、そこを今からさらにエンジン加速させて海外展開だみたいになるときはやっぱりエクイティの力が必要だよねってなると、今回の取り組みはそこもつながりますよね。うんうん、ストレッチ業態って僕面白いなと思ってて、それこそね、あのクラブピラティスの親会社のエクスポネンシャルフィットネスっていうのはアメリカの方で上場してて、そこでもあのストレッチラブっていうストレッチのブランド持ってるじゃないですか、うん、でこの間日本の大阪のサンパークっていうビックリドンキーとかの加盟店をやってる大阪の結構フランチャイズ、フランチャイメガフランチャイズ G かで、有名なところがライセンス取って、アゾブ十番に1号店出しているんですよ。あ、今めちゃくちゃ Facebook 広告とか出てるやつですか、あれ かもしれないです、かもしれないです。あ、はいはいはい、であれも僕らがクラピーで最初に取ってるからアメリカからすごく非常に届かないかっていう、興味ないかっていうオファーをいただいてて、でストレッチアップをやってたのもアメリカが知ってたんで熱烈オファーをいただいたんですけど、僕はドクタースーチに勝てるイメージが分からなかったんで、うん、ボートは知らんすね、うん、これちょうど広告出てます、これです。あ、それだなそれだなそれだな、うんうん、まあ、同じねエクスポネンシャルグループとして頑張ってほしいと思うんですけどね、うんうんうん、でアメリカですごい伸びたんですよ、はい、だから海外展開をしたいんですけど、なんで伸びたかっていうと、うん、コロナ禍になって営業許可がある一定数の大きさのところはニューヨークとかロサンゼルスとか許可下りなかったんですよ、行政から。でもストレッチの業態は下りてちっちゃな箱でも営業できたんですよね、はいはいはい、なのでエクスポネンシャルの営業マンがガンガン売って一気にアメリカで加盟が取れて、うん、店舗が広がって一気にオープンしたっていう現状があって、今多分300店舗ぐらいアメリカでオープン済み
準備も含めるとあるんじゃないですかね。同じぐらいの規模ですね、うん、じゃあ。あ、そうですね。まあ、なんで、僕はちょっと、本当に個人的に思ったのは、まあ、ドクター・ストレッチさん、これから多分、そのロングリーチの参加になって、一気に海外展開を加速する。で、なんか、リリース見てると、商品開発 DX とかもやるって書いてたんで、うん、さらにパワーアップしていくだろうなっていうのと、多分、いろんな苦渋の決断の中、多分、考えて実行された黒川さんは、やっぱ、本当に英断だなと思って、うん、まあ、今、業界3位なのかな。うん、あ、世界に3位なのかもしれないですけど、今からね、世界ナンバーワンのストレッチチェーンを作ってほしいなと、ちょっとマジでリアルに思いましたね。うん。本当ストレッチアップの代表として言うのなんかあれですけど、山崎君に怒られるかもしれないけど、リアルに。我々も頑張りましょう。はい。じゃあ、すいません。参考になった方はですね、グッドボタン、チャンネル登録、マストでお願いします。じゃあ、また M&バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って M&A そして IPO を勉強しませんか。将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。